はいどうも、ショータイムゴルフです。今回はですね、第4回ショータイムカップが近づいてきたということで、まあ練習しようかなと。第4回のスポンサーの方がですね、ぜひこいつを出してくれって頼まれたんですけど、まあそいつがこの方なんですよ。はいどうも、カン周知でございます。なんかカンがね、この適当な機械を持ってきたので、これを使って今日は番手のクラブを測っていきたいと思います。さあ、雨にも負けず風にも負けず、何番？60度で。60度。はい、60度の距離を測っていきたいと思います。おお、これどう？結構8割方9割方振った感じ。はい、9割ぐらい。9割ぐらいでの距離ですね。あ、何ヤードこれ？100？62ヤード？62ヤードしかこの機械大丈夫？え、今62ヤードしか飛んでないみたいだね。62ヤードの振り幅って言うんだよ。あ、そう、じゃあ一回それで打ってみよう。これ62ヤード。62ヤード。62ヤード。あれ？46ヤード。ちょっとこの機械辛いね。辛すぎるだろこの機械。あ、あれじゃない、練習球だからっていうのもあるんじゃない、うん、どう今8割方9割方振った感じ。振った。ああ、あのね、65ヤード。マジか。ちょっと振るってみるか。ちょっとロブウェッジの設定があまりにも辛いので、サンドウェッジのね設定で、これでちゃんとした距離で、どう？いい感じ？うん、来た。あ、75ヤード。75ヤード。こんな感じだね。で、50。な、次何？56度。100ヤード見てんだけどな、俺。何これ？それなんだ？ピッチング。ピッチング。あ、いいショットだね。128。やばくない？辛いね、この機械。練習ボールだからな。え？練習ボールだから。まあ練習ボールだからしょうがない。ああ、一回コースボール一発打ってみたら、今の番手で。あ、今ので？うん、ピッチングで。で、コースボールなら緩和されるんじゃないかという位置だ。いいショットだね。あ、ほら、やっぱこれでちょうどいいんだよ。あ、そうだね。ちょうどいいわ。142。なるほどね。うん。だから1割増しぐらいってことじゃない？そうだね、うん、1割増していただければ。1割増してやる感じで、ああ、あの視聴者の皆さん、1割増していただければちょうどよくなります。、うん、じゃあ次から1割増していこう。電卓ある？俺頭3バイトなんだけど。おー、いいショットだね。まあ150ぐらい。うん、136だから150ぐらい。うん、7番や。いいね、ストレートフェード、ドロー。まあ要はストレート、ストレートだね。171で、4番。4番や。トラックマンの100分の1スケールぐらいじゃない？あ、いい球だね。これは中空アイアン。うん、中空。中空アイアンね。うん。やっぱこういう優しいクラブってのがね、どんどん復旧してきてる。何ヤード？218ヤード。まあ実際230ぐらい飛んでるけどね。2番アイアンで。2番アイアン。すごい、なんか鉛が張り固められてるね。軽いんだよ。軽いの。やっぱ筋トレして軽くなっちゃったクラブが。さすが筋トレマン。右だね。もったいないね。今の5円で。まあ横幅に比べたらこっちってのは結構ね、値段が安いけどね。半額だね。5円玉を今投じたようなもんだよ。まあ投資よ、投資。投げる資産と書いて投資と読む。さあ、ちょっと振った方がいいよ。振るわけ。振ってみようよ。2番アイアンの実力見せてくれ。おお、いいね、いい球じゃない。どう？ああ、260だ。あ、マントビ。これ合ってんの？合ってないと思う。スポ
君は何使ってんの？テラ？ M4。 M4？ なんか BMW の車みたいな名前だね。ああいい、ね、そんなのあんのかどうか分かんないけど M4 いいよ。おお、左だけどいい球だね。ちょっとスイングスピード上がったね。マントで飛んでるじゃん。286。これだからコースだと300前後飛んでる計算になる。ドライバー振るか。ドライバー見せてくれ。あ、分かった。ちょっと翔太のね代名詞ドライバーをいきなり振るわ。レディース&ジェロメン、振るわ。レディース&ジェロメン翔太、いきなりの満振りです。ネット越えるわ。ネット越す？もう越してくれ、すべてを越してくれ。おお、いいね。越えるか。あー惜しい。もうほんの少し当たってないからね。いやでも当たってないって言いながら323いってるけど、やっぱ飛ぶな。飛ばし屋だな。もう一回振るわ。うん。お、これいいんじゃない？これ来たんじゃない？これ来た。ガッガッ。お、超えた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 。ナイス。あのね、距離変わってない。まあこんなもんだ。ああ、世の中ってこんなもんだ。ああ、こんなもんだ。ということで、尾崎翔太の番手でした。適当なあれで、いいね。はい、どうも。じゃあ、はい、何ですか？58度。どのぐらい見てんの？これはね、その日のノリと流れによってかなり左右。なるほどね。今日はどのぐらい？今日はね、今日100ぐらいだと思うんだよ。いや、いい球だわ。ベタピンだね、これね。完璧だよ。はい、ナイスバディ。ナイス、ナイス。小鼻。小鼻。辛いね、やっぱこのクラブね。今110はいったんだよな。52。いいんじゃない？これでも結構距離通り出てる。おお、120ヤードね。うん、7番アイアン。俺調子いいわ。ああ、調子いいね。まあいつも調子いいんだけどな。これだね。完璧だ。ああ、すごい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 。ああ、ボール調子いいわ。184。ちょっと5番アイアンぐらい。5番アイアン。45ってさ、普通のアマチュアのヘッドスピードじゃない？ドライバーの。これ合ってんのか？合ってないだろ。で、7番アイアンで45度が出ねえだろ。いや、今日調子いいわ。完璧。あ、これだね。完璧だね。あのさ、ちょっとさ、ヘッドスピードがうさんくさいよ。50いってるし。ヘッドスピードがちょっとうさんくさいよ。でも211ヤード。ああ。そんぐらいいくでしょ。うん。で、3番。距離は正確じゃない。距離はまあまあ正確。うん。ただなんかヘッドスピードがまちまち。うん。3番や。フェード気味で行ってみる。ドローだね。ああ、ドローしたね。いや、これヘッドスピードがちょっとさ、ありえない。これ3番アイアンでこんな数字出したの見たことない。50超えてるね。ダスティン・ジョンソン。これぐらいからやっとなんかちょっと正確になるんじゃない？うん、スプーンだったんです。これいいね。いやー、調子いいわ。まあいつものことだけど。まあちょっと待って、3番アイアンよりヘッドスピードが出てないんだ。なんかさ、3番アイアンよりヘッドスピードが出てないっていう異常事態が発生して、なんか入り方とかの問題かな。あの、飛距離は正しい。なんだろう、飛距離は正しい。振ってみる。ああ、振ってみて。
超えてない。うん、超えてんだけど、ヘッドスピードが逆に下がるっていう異常事態が起きてる。なんかさ、振れば振るほどヘッドスピードが下がるっていう。なぜか距離は伸びんだけど、ヘッドスピード下がる。313。ミート率 1.64 で。高反発じゃねえか。ただの高反発じゃねえか。最後な、ドライバー、うん、ドライバーもなんか無条件に振った方がいいね。そうだね。いや、ヘッドスピード今回は下げない。おぉめっちゃいい球や。完璧じゃない。ごめん、ごめん。完璧だね。満飛び53。最後ちょっと振りますよ。ああ、ティーって高いと遠心力使えるから余計飛ぶの。これ当たった。ああ、完璧。多分超えたね。ああ、完璧だわ。完璧なんだけどヘッドスピード全然上がんない。611、330。おお、ミート率 1.5。 あ、これいいじゃん。1ミリも曲がんねえじゃん。飛んで曲がらないって、もうこれ無敵だよ。ああ、優勝だね。ああ、ありがとう。15万円。15万ありがとう。しかもサンダルなんだよ。これが俺のサマースタイル。サンダルで330飛ばしたの。いや、もうサンダルだからこそ330飛ぶのよ。さすが。サンダルにサンダルで33だろ。330だろ。そういうもんよ。裸足だとチョロすっから。なるほどね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあ第4回ショータイムカップ、お楽しみに。お楽しみに。裸足。裸足。